なんか解体の解体工法かよって。綺麗な解体工法、ダンクイゴと赤プリのあれ、綺麗な解体工法発明したし、日大だったし、あー疲れました。とただのフリート、すごいですよ、足立マッチ、なんちゅうデジナレイズだ、あー、ウミトだ、なんし、エキセルなんだかなんかか、あー、よし、チームファイト、ウミト、ベッター、スモーラー、ベッター、なんだかなんか、ほんと、なんだかなんかか、ワンチューブル、ディペンダント、オン、ダ、ストラクチャー、ほんじゃなんていうか、ガリウム、ガイナチュー、ウミト、ウミト、ねえ、ほんなとかかわらし、こっちがね、終わっておりまして、あっちで、この辺しかないとかなんとかかわし、ウェザルト4なんとかかわし、こっちが、スモーなんとかかわし、本日も、なんとかかわし、この辺をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。30分。あと30分です。それではあと30分ほどで、イベントだな。一時になりましたらご対応いただけますよう、お客様のご理解とご協力の方をお願いいたします。繰り返しお知らせいたします。当店はあと30分ほどで営業の方が終了となります。一時になりましたらご対応いただけますよう、お客様のご理解とご協力の方をお願いいたします。本日もマクドナルド秋葉原総合店をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。またのご支援をお待ちしております。割と早く行きましょうね。午前あと30分しかないし、あと3回ぐらい、ということで富山大学でアマチュア先生が熱検出しということでお願いします。講義があります。成長率が出荷経済に影響する。フィギュアスケート女子でも10年リーマンショックを水曜日に過ぎて演技の評価があります。そういうセミナーがあります。こうね、プラスチックフィルム取り巻きなんてトライボロジー、これね、コンプリートがあります。それがあって、3D モデル、あー、ブラシです、ブラシは変になるとか、本であります。変になるとか、あの中野聖徳社長、組合長、ね、ちょっと新機能材料、私は新機能材料に行ったんですよ。あ、行ってない、あ、行きました。これ、28日、行きましたね。新機能材料、コンバーテック、材料研究所ですね。